ノルトライン、イコールベストファーレン州。ノルトライン、イコールベストファーレン州。標準ドイツ語、定作戦語は、ドイツの16ある連邦州の一つである。州別の人口数は、国内第1位で、人口密度も、都市州を除いてトップである。ヨーロッパを代表する工業地帯である、ルール地方は、州の南西部に位置し、これまで、西ドイツ経済を牽引してきた。 ドイツ全体で12ある人口50万人以上の都市のうち5つがこの州に集まる。州とデュッセルドルフをはじめ、ケルン、ドルトムーント、エッセン、デュースブルクがそれである。また、東西分断時代の西ドイツの首都であった、ボンもこの州内にある。州名は、北部、ノーイコールノルトラインラント地方と、ベストファーレン地方との合成名である。州の西部が、 北ラインラント地方、東部がベストファーレン地方、英語名からベストファリア地とも呼ばれるである。州の名が長いので NRW 州と略されることもある。西はオランダ、南西はベルギー、南はラインラントイコールプファルツ州、南東はヘッセン州、東と北はニーガーザクセン州と隣接する。州の西部はライン川が南から北西へ流れ、 その周囲に、商工業地帯が発達している。州の北部を東西にが流れ、ライン側に注ぐ。リッペ側の流域には、ベストファーレン平野が広がる。今日の州域は、ドイツ帝国時代は、プロイセン王国のライン州、北部とベストファーレン州、そしてリッペ公国に分かれていた。第一次世界大戦、ドイツ革命後、 プロイセン王国の州はそのままプロイセン自由州国の州となった。ただし、ルール地方は1923年1月11日から1930年6月30日までフランスとベルギーの占い下にあった。リッペはリッペ自由州となった。第二次世界大戦後、ラインラント州は北部がイギリスの南部がフランスの占領地区となった。 イギリスの軍政当局は同様にイギリス占領地区となっていたベスト・ファーレン州と1946年823日に合併させてノルトラインイコールベスト・ファーレン州を発足させた。さらにイギリスが本部を設置していた小集の立兵 p を1947年1月21日にノルトラインイコールベスト・ファーレン州と合併得た。の合併については 1948年11月5日に衆議会によって地獄承認された。1949年5月8日にドイツ連邦共和国基本法が可決し、その施行日の5月24日にノルトラインイコールベストファーレン州はドイツ、西ドイツの連邦州となった。州とデュッセルドルフの近郊、エルクラート、エクロット市とメットマン。 メトマン氏の間にネアンデルダにもしくはネアンデルタール20世紀初頭まではネアンデルタールがある。デュッセル川、デュッセルライン川支流にある小さな谷である。1856年この谷でネアンデルタール人、ホモネアンデルターレンシスの化石が発見されたことで一躍有名になった。衆議会ランドタグの定数は181で、 2012年5月13日に行われた前回選挙での政党別議席配分は以下の通りである選挙制度の関係上超過議席が発生している社会民主党が2010年の選挙より支持を伸ばして32議席増の99議席を獲得した一方で前回社会民主党と議席数が同じだったキリスト教民主同盟は議席を伸ばせずハンネローレ・クラフト率いる 社会民主党が同盟90、緑の党との連立政権を維持した。また、ドイツ海賊党が初めて議席を獲得する一方で、2010年の選挙で初めて11議席を獲得して、衆議会にはした左翼党は、今回は、得票が5%に届かず、議席を失った。第17回、ノルトライン。 イコールベスト・ファーレン州議会選挙は2017年5月14日に行われた。今回の選挙における政党別議席配分は以下の通りである。なお、定数は199議席に増えている。この州議会選挙において2010年以来のルトラインイコールベスト・ファーレン州で連立政権を組んでいたドイツ社会民主党、SPD と同盟90、 緑の党は共に大きく票を減らして、過半数を失った。選挙開票の最終結果によると、第2投票で33.0%を獲得した、キリスト教民主同盟、セディが、衆議会第一党になった。しかしながら、今回衆議会選挙で、キリスト教民主同盟、セディの獲得した33.0%という得票率は、前回の2012年選挙よりも、 得票率を6.7%積みましているが、ノルトラインイコールベストファーレン州キリスト教民主同盟、セティの歴史において2番目に悪い数値であった。ハンネローレ・クラフト州首相に率いられたドイツ社会民主党、SPD は、得票率を7.9%も落とし大敗を、喫した。ドイツ社会民主党、SPD が今回獲得した31.2%という、 得票率は1947年に始まったノルトラインイコールベストファー練習議会選挙における最低記録であった。自由民主党 FDP は前回を4.0%も上回る12.6%という2桁の投票率を獲得した。この数値はノルトラインイコールベストファー練習自由民主党 FDP の歴史においても最上の選挙結果でもあった。 2012年選挙で衆議会での議席を失った左翼党は得票率4.9%に終わり、阻止上校5%を突破できず、衆議会の議席を獲得できなかった。今回の衆議会選挙で同盟90、緑の党は得票率を大きく落としたが、4.9%減、阻止上校5%を超える6.4%を獲得して、 衆議会で議席を守ることはできた。信仰の右派政党ドイツのための選択肢、アフドは同盟90、緑の党を超える7.4%を獲得して、衆議会に初めて議席を持つことになった。前回衆議会選挙で20議席を得た、ドイツ海賊党は、得票率が1.0%に終わり、議席を失った。ノルトライン。 イコールベスト・ファーレン州政府は、州内を5つの行政管区、県、とも訳されるに分けて、その地域で州の権限に属する職務を執行すると、共に、域内の地方自治体の活動を監督する。これらの行政管区は、自治体ではなく、議会を持たない、行政官庁である。2012年に3つに減少させる計画が、立てられているが、なお反対論も多い。 地方自治体は、広域自治体の軍、クラ、イスと、基礎自治体の市町村、ゲマインで、の二層構造をとる。この場合の市町村は、市と町と村の総称ではなく、日本の市町村に相当する、地方公共団体の意味である。市町村は396あるが、そのうち23都市は軍に属さない、独立市で軍の事務とされている事項をも、自ら取り扱う。 したがって、軍独立士のみは一層構造となる。軍は三十一ある。軍と、軍庁所在地。冒頭の数字は、区分地図の数字に符号する。軍名のみドイツ語綴りを付記した。軍と独立士は、様々な自治体連合団体を結成し、特定の行政運営を共同で行う。文章は、左右と下部に三分割されている。向かって、 左には、ラインラントのシンボルとして、緑地に白いライン川が描かれる。向かって、右には、ベストファーレンのシンボルとして、赤字に跳躍する白馬が描かれる。この白馬は、ニーダーザクセン州と同じく、中世初期のザクセン大公ビズキントの伝説の、白馬であると一般に説明される。下側には、リッペのシンボルとして、赤いバラが描かれる。州の旗は、緑。 白、赤の三色横縞旗。これは、旧ラインラント州の旗に使われていた緑と白に、旧ベストファーレン州の旗に使われていた赤と白とを組み合わせてデザインされた。州政府庁舎などで使用される旗には、中央に州の紋章が描かれる。ノルトラインベストファーレン州住民の約42.2%は、ローマカトリック教会に属しているキリスト教徒である。 約28.4%の住民が福音主義教会信徒である。ノルトライン・ベスト・ファーレン州には、ラインラント福音主義教会、ベスト・ファーレン福音主義教会、リッペ宗教会の3つの宗教会があり、いずれもドイツ福音主義教会、イークドに加盟している。約23.8%の宗住民は無宗教である。ドイツ福音主義教会、イークドに属していない。 自由教会等には約10%の州住民が属している。正教会には約0.5%の住民が属している。ヒキリスト教徒として一番大きな集団はイスラム教徒であり、州住民の約2.8%が属している。仏教、ヒンドゥー教等の東方形宗教に州住民の約0.2%が属している。ユダヤ教徒は約0 2%、新宗教に約1、0%の州住民が属している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。